ストライクです。3ペーストライクでしたね。さあ始まりました、藤原翔吾。何どこでなんでクリスにチューするの。さあ、はい、今回何をするかと言いますと、うなぎをさばいてかば焼きを作ろう。はい、いや、うなぎをわかりますけどさばいて、はい、一からねさばいて、かば焼きにしてうな重でいただくと。え、聞いたことないんでしょ。ないです。あら、お前、はい、だってほら釣り好きやろ。好きですけど。じゃあいけるやろ。うなぎはさばかないんです。魚は僕さばけないんですよ、基本的には。タコとイカは処理で。さばかれへんのに、釣り好きな。好きですよ。だからトマト、これはちょっとトマト嫌いからトマトジュース飲むみたいな。いや、ようわからんけど。それようわかりませんけど。いますやん、そういう人。どういう人なんて。いや、さばいてからやった方が絶対うまい。うまいと思います。ちゃんとできてやりましょう。はい、行ってみよう。はい、それでは、うなぎをさばくぞ。女子のチャレンジコーナーみたいな。はいはいはい。まず、はい、うなぎを氷で締める。締めてますね。はいはい。死んでるはずです。凍ってて。うわーうわー、生まれたちっちゃくない。いや、か顔でかいからや。違う違う違う、見て見て。違う、うなぎと顔でかいから。違う、見て。ちっちゃい。どういうことこれ。足りんよな、まあ、全然足りてない、まあ、足りてないけど、まあ、ちっちゃ。あの、もうここにカジュアルキッチンって書いてるんだ。カジュアルキッチンのまな板でさばくもんじゃない。うなぎはね、本格的にやるのは無理だと思うんですけど、はい、だからまず、はい、ごめんなさい、一旦サムネ用に2人でなんか持ったりとかする絵だけもらってもいいですか。はい。うわ、えあらら。生きてる、生きてるよ。寝た、まあまあ、寝た、寝たの、ゆっくり寝た。いきます、3、2、1。ありがとうございます。はい、生きてるよ。さあ、まず、中骨を立ち締める。締める、どうやら。こうでしょ。いける、いきますよ。うん、うわー、ちぎれ、ちぎれかもしれんからね。半分ぐらい。うん、これいか洗う、これ。すっごいぬるぬるしてる。売っちゃいましょうか。もう売っちゃいましょう。そう、それ、そこまでやろうか。うん、いくよ、せーの。はい、よし、これ、これこっちにし、これを背中にして、打つのやろうか。ちょっと待って。ちょっと待って。打たない。めちゃくちゃ元気。打とう。これ打とう。ちょっと。やめて。もう打つから。うん、そこ、潜っていく。潜る。もう、一気に行こう。そう。俺、無理やと、こんなできるお前。できへんよ、俺も。とりあえず行ってみるで。行って、もう行こう行こう行こう。って。うん。うまいやん。完全にこう、前からモテてんのよ、今。身を開き内臓を取るって書いてるよ。スーって入れて包丁。あ、ほら見えてきた、見えてきた。内臓洗わなか、内臓洗わなか。また、はい、取って、うわ、まあ、すごいな。はい、で中骨を抜かないと。中骨抜く、どうやって抜くの。ハサミでいく。これ調理用バスミか、これ工作用のお挟み、ね、あ、こっからこっから、うん、ごっそうなくなってるけど。ちょっと見合ったらええわ。そうやろ。うん、血合いをしごけ、頭を落とすって。いよいよ、いや、出た。はい、頭を落とす。はい、うん、そうそうそう。うわ、骨が切れる音するわ。腹骨に包丁を入れ、串を打ちやすい大きさに切る。3分の1ぐらい、うん、はい、よっしゃ、結構、はい、抜こう。で、串を打つ。そうね、いい感じ。うん、皮の際にやって、皮の際に。いける。いや、もう無理やで。どう、でも、全然入っていかない。皮目のとこ狙う、皮と身のところ狙って。そんな無理やで、お前。今日初めてやれんからさ、そんな境目のとこ。なんか涙出てきた。半分までいったらいいよ、もう刺さってれば。これでいい。あ、いい、あんた最後、最後。お前やってくれ。あ、もうちょっと難しい。ちょ、押さえてくれへん、ここ。はいはいはい。あ、いったいったいった。オーケー、いったぞ。よし。よし、いった。できましたー。よし、よし、できたぞ。おいしいた。いったいったいった。これで焼こう。焼きに行きましょう。焼きに行こう。さあ、はい、焼きに入るよ。ね、急にね、吉本の本社の屋上に、屋上ですけども、怒られへんから。まあ一回怒られたからな、俺。そうやな。さあ、行きましょう。はい、ここ一番大事ね。はい、焼くよ、焼いていくよ。ほら、皮目からでよかった。知らん、俺も知らんけど。いや、ええか、大丈夫か。皮目からやろ。皮目からか。うなぎの皮焼きっていうのは串打ちがうまくいくかいかへんかで大きく変わるって言ってたからな。誰がやん、山岡四郎が言って。
食いしん坊。ちょっとごめん、シャウエッセン買ってきてくれ。いかんねえよ、ほんで。うなぎメインやん。なんでいかんでええねん。いや、うなぎメインやねんから。見たことある？うなじゅうの横にシャウエッセン乗ってんの。なんか焼きたいやん。こう、ちょっと余ってるから。余ってるからね。ちょっと焼けてきた。ちょっと焼けてきたわ。食べて、うなぎ食べて。精、はい、つけて。つけましょうや。ね。なんでそうなんだよ。どうなんだよ。ここどうなんて何がよ。下の方は。下の方でどうや。どうって何下の方は。何何なのっていう答えがよく覚えてる。いやいや、下の名前やで。下の名前やで。え、ね、どうした下の方が何なの。だ下の名前教えてって言って。知らない。なんで知らない。え高いで何やもん高いの。なんてちょっと、なんか、何言うてんねんみたいな感じになった。いや、チンコ触って。触ったけど一回チンコ触って、触ったけどやないやん。何触んねん。一回、触らせよ。いや、一回触らせよ。なんでなんで違う違う、だ下の名前はって聞いてるの。なんか、もう何言うてんねんみたいな感じ言うてるからさ。いや、チンコ触ってくるから。いや、チンコ触ってくるからや。触ってくるからね。だから、どうす名前は知ってるやん、ほんで、下の名前は。いや、ちょっと忘れたから、下の方はって聞いたの。その前にチンコ触らないやから。ドスケベやな、お前は。なんでやねん。だから、縮まってきたで、これ。お前、どうなの。あもっと焼くよな。もっと焼く、もっと焼く。泡立ったらオッケーみたいな。え泡油が落ちて泡皮面は、はい、出てたさっき。やっぱり結構しっかり焼かないと精つけるためにこうやっぱりね、タレにこうあ米をかかっていきたくないですか。あー精つけんねや。はい、いっとくかお前これ。まずまたや、もっといっとく側も完全にそれでしょ。いっとくかね、精つけるとか言うからや。いや、それはそうなんだ。いっとくんかな、それはそうなんだ。ちょっと油出てきてるわ。出てきてる。ブクブク浮いてる。あ、じゃあいいから行ってみる。これでこれ、いいのしてきたわ。右の方行ってみる。じゃあ、うん、よいしょ。うわほら、うわーなってきたね。うわーってきた、なってきた。こうなったらもう見た目分からへんもん。一緒やもん。いいのしてるわ。かば焼きのいいのしてるわ。いいのしてるわ。うん、歌舞伎町のこの腹ペコホスト寄ってきよるで。いや、なんでホストやねん。なんでホスト限定やねん。ホスト多いから。い多いけども腹ペコな。ねえ、ほら、うわうわ、もう気持ちいい。皮がええわ。皮焼けてるやん。もうええ感じやん、これ。いいやろな。なあ、このぐらい焼いてるもんな。結構真っ黒になるぐらいな。焼いてるよ。皮面はもうええんちゃうかな。自分も焼けてる。あの、嫌やで俺、あの皮がニーってなるやつ。あるやつね。皮ニーのやつ嫌や。パリッとしてほしいよね。皮にーんってやつ嫌やね俺。歯切れ良くないと嫌やね俺。皮にー、分かったか分かったか。よし、これでラストな。ラストいきましょう。よっしゃ、いった。あ、取れた、もう取れた。はい、ちょ、黒すぎんか。確かに黒、確かに黒すぎんな。黒すぎるやろお前これ。焼きすぎたやろ。これでいいか。さあ、うわー、いっぱいある。ご飯多いな。多いな、米多いぞこれ。うん、俺、うん、はい、じゃあこっちもらいます。ほら、ほら、もう、ほら、ほら、よいしょ。ほら、もうこれ、上天皇や。飯の量少ないって。飯の量ちょっとね、じゃあちょっと足しのこれが米にかかってもうまいもんね。そうそう、もう米にかけたよね、ちょっとね。こう、軽くね。はい、よいしょ。はい、山椒は山椒どうなの。ちょっともうなあ、頑張ってさばいてんから美味しく食べたいやん。あったかいうちに食べたいよ、あったかいうちに。まあ、ええか。行くかも。あの、味変で山椒かけようか。そうだね。向かってきてんねやろ。うん。よし。じゃあ行きますよ。じゃあいただきます。はい。うわ。あ、いい香り。いただきます。いただきまーす。うん。何これ、めっちゃうまいやん。うまない？うん。ちょっと身が、まあ、少ないけど、身の量が。うん。まあ、初めて。そう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 。食べた割には、うん、いや、うまいと思う。さばくとこちゃうな、やっぱり。ちゃうなあ、こんな感じも全くない。いや、丁寧にやっといてよかったね。そう、下処理ね。ここに変わってくるから。うん、ほら見て、ま、早っ、残っている米の量多すぎるやろ。皮ほんまよう焼けてるわ。何が皮。言ってないよ。言ってるやん、ソース。言ってないって。米進むわけないやん。何で言ってんの。米。タレ。いやいや、あるやん、見えてるでしょ。美味しそうなやつ、それ。美味しそうなやつ見えてるから。うまそうやな、ほんで、やっぱり。パンチ力あかんで、もう。はい。ねえ。何があかんねん。何があかんねん。
うん、うまい。まあ、大変やったけど。はい。なあ。兵庫ピン。わかりました。はい。うなぎのかば焼きは、うん、うん、店で食えっていうこと。そういうことですね。このね、カロリーの消費。割が合わない、ね。割が合わない。美味しいけど、はい、全然割が合いません。時間かけて、必死で、さばいて、ね。取れる身の量と。はい。はい、これはもう本当に、皆さん、さばかないでください。うなぎはさばかないでください。はい、難しいです。無理です。はい、無理です。はい。はい、お店で食べてください。うん。はい。それでね。またもう、とりあえず、はい、どうもお仕事なんで、はい。いただきました。はい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、チャンネル登録お願いします。もれなく何ももらえません。そらそうやろ。